初詣それってカランカランシャカシャカーっていうやつだよね。楽しそう。カランカラン。あら、そうなの？なら今年は行ってきたらどうかしら？りんも行きたい。おみくじ楽しそうだもん。僕もあれ行ってきたらどうかしら？って。 ルカは行かないのだって、お正月は、一年で一番もんびりできる日だもん何にもしないでもんびりしたいわ。一人だけ寝、ね、正月決め込むなんてもったいないわよ。ルカも一緒に行きましょう。くぅ<う>。あ、こら、寝ないの昼ごろであれば、俺は行けるぞ。 相手はいるけど元日の神社って人が多いからあんまりあ分かったってば行けばいいんでしょやったーありがとうわーいみんなで初詣でしょうだね 子供たちに怖がられて悲しいそうです。そっかー。獅子舞いロボさん、残念だけど、ここで待っててね。っていうか、神社にこれを持ち込むつもりだったの世界中のみーんなが、もーっと笑顔になれますように なれますようになれますようにお願い事って声に出していいわけまあもう言っちゃってるからいいけど俺たちのショーで世界中を笑顔にするぞこちらはもはや決意表明になっているねあはは。 つかさくんらしいといえば、つかさくんらしいねルカ、お参りよ、何か一言でも言いなさいうーん、もう食べられないなそうじゃなくて、お願い事を言うのよみんなお参りできたねよーし、それじゃあ次は、おみくじに行こう 今年最初の運試しということだないいだろう、行くぞレッツゴーゴーあ、ちょっとつかさ急に走ったら危ないでしょ大吉だあこっちも大吉これも大吉だよまた大吉あっちもこっちも大吉な、なんだこのご運は ほなみちゃんに分けてあげてほしいねえ大鳥さん今すごく大きな声がしたと思うんだけど何か知らない事故か何かと思ったんだけど司君のでっかいデシベルの声だから大丈夫だよなんだでっかいデシベルとはせめて数値で言えあすみません申し遅れました大鳥さんと同じ学校に通う桐谷遥です 明けましておめでとうございますいややっぱりっ子供がだいきで笑顔にしたいと思う獅子舞ロボですが見た目が怖いので近づくとすぐに子供は離れていってしまいましたあの獅子舞 子供を頭から食べちゃうんだってわあ、みんな逃げろおはようよ、ビヨン今日もワクワクワンダハイおはよう、エムあ、お兄ちゃんも起きてきたんだねあ,あ今日は朝一で会議だからな隊長 誰が隊長だ誰がうんそれでは見せてもらおうか M 隊員乗るのかよはいこれで全部だよ何つ数のアイディアだこんなん、いつの間に考えてたんだんえー、っと朝起きた時とか学校に行ってるときとか授業中とか学校から帰ってるときとか寝てるときとかああ分かった分かったアメリカだとー さあ、お前らワンダーランズショータイムいざ世界進出の時だーはぁ、あ、はっ、あ、はっはふふふ。<laughs> 楽しみだね。海外となると、日本では許されないことも許されたりするからね。ちょっと、変なことはしないでよね。はぁ、あ。このメンバーだと、楽しみ半分。

ネネちゃんの自己紹介も聞きたいええ、えっと。あ、I'm n e n e u s n a g i I come to America for the first time. なんだしっかり喋れるじゃないか。 いや面白い空の旅だったね。実にエキサイティングだったよ。エキサイティングあのめちゃくちゃな乱気流がギューンって落ちたり、ガタガタ鳴ったりして、とっても面白かったね。全然面白くないから。はぁ、あ。到着するまでこんなにバタバタするなんて。司は着替え忘れたとか言って家に戻るし。 るいはネネロボを連れてこようとするしいや翻訳機能もつけていたから試してみたかったんだけどねどう考えても荷物検査で引っかかるでしょあれれつかさくんどこだろう何早速そ迷子おやあっちの方で朝日を浴びながらポーズをとっているみたいだようん 他人のふりしよう。ついに、ついに俺は、世界への第一歩を踏み出したぞまさかこうも早く世界へ飛び出していくことになるとはな。己の才能が恐ろしいさあ、新たなる世界へつくんんエ<っ>ム。M どうしたんだ、そんな大声で、あのね、ねねちゃんがはぐれて迷子になったら大変だから、さっさと戻ってこいって、こんな至近距離で迷子になるから、つかさくーん。おおあ、あ、ミクちゃん、えむ、ー、ちゃん、こんばんは。あれ、お日様が出てるから、こんにちは。かな、お,おい、お前ら、そっちにいるとはぐれるぞ。一緒についてこい。 わわわわ、ああかったそれじゃあみんな一緒にレッツゴー,うわーおお入り口から素晴らしいなまるで異世界への入り口のようだああれってリトルキングダムに出てくるお城だよねすごい。 映画で見たままだあちらはミュージック・オブ・ジャングルのエリアみたいだねかなり本格的な作りのようだすごいねワンダホイがいっぱいだーおい仕事できてるんだからあんまりはしゃぐんじゃないぞミちゃん

ふふ <laughs> まるで印刷の先生みたいねカイトえっあはは確かにちょっと先生みたいかもしれないね <laughs> ちょっと M?M? えっっショーが終わってるもう何度も声かけたのに今気づいたわけまあ ぼーっとしちちゃう気持ちはわかるけど <laughs> とても引き込まれるショーだったねう,うドキドキワクワクポポポポーってなっちゃった M 君は普段 M 君なりの感性で物事を捉えているだろ先ほどもショーの感想をドキドキワクワクポポポポ,ポーってなっちゃったと表現していたように真顔でその表現されると。 すごい違和感あるけど。まあ、うん。そうだね。なあ,あ、ここはこの俺、世界のスター天馬つかさに任せろああつかさくんかっこいい本当に大丈夫なわけアハン h い、ガール m y name is つかさ天馬 I am star! ああ。I am world futur star! ん。すでに雲行きが怪しいね。ええー、あとは、そうだダンスアンドシングドアー いっぱい泣いちゃったなんでなんでいや、なんでかはわかるでしょう踊れ、そして歌えと大声で言われたらね <笑>,笑顔が笑顔を生むのは世界共通だね <laughs> 俺の表現力が不足していたのかそういう問題じゃなくない今何と言ったんだ多分迷子になったのお母さんはどこにいるのって言ったと思うけど うむ。両親と来たけれど、はぐれてしまってどこにいるかわからないそうだ。なるほど、そうか。というか、ルイなんだい英語を話せるなら、先にお前が話しかければよかっただろう我らが座長が、大層意気込んでいたからね。水を差してはいけないと思ったんだよ。絶対違うだろうあ、あそこに案内がない ゲットロストって書いてあるし、下に地図みたいなのも貼ってあるよ。そのようだな。読んでみるとするか。ええ、ハブユーロスト。一緒に来た家族や友達がいなくなっちゃったそれならまずは勇気を出して、コンパスを探しに行こう。コンパスセンター、かっこ迷子センターはここだよ。わからなかったら。 近くの大人に聞いてみようだってさうおさすがレイくんん俺だってもう少し時間があればはいはい待て待て待てこれは相当高いんじゃないかこ、このまま後ろ向きに落下はちょっとすっごく高いね あの子、大丈夫かな怖くて泣いちゃわないかなさあそろそろ来るよああい意外と激しくないだとクン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 花じゃなくて。 別の香りを感じるぞ。これは、まるで森の中にいるような素晴らしいマイナスイオンの香りだ。いや、マイナスイオンは香らないから。それ、普通に森の香りでしょつかさくん、忘れ物はないかいアメリカに忘れてしまったら、走って取りには戻れないよ。ふん、この天馬つかさが同じ過ちを繰り返すと思うのか うん。やりそう。っだ、大丈夫だホテルの部屋を出るとき、5回は確認したからないや、それはさすがに確認しすぎでしょ。練習が終わったら買い出しか。ウッキ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 ッキーだねバレンタイン、バレンタイン、サプライズ今年もワンダフイにしちゃうぞ M、お前は何がいい お菓子のおうちのお菓子のおうちあじゃなくてお菓子なおうちの話とかいいかなってなんだお菓子なおうちとはええっ、ー、と可愛くて甘いやつお菓子甘い何それえーとえっ、ー、とサプライズな感じの うわサスペンスな感じのサプライズって。<laughs> そういうことか。なるほどね。んよくわからんが、家が舞台で家族が登場するコメディ路線ということかそう 面白くって甘くって楽しいかなーなんて。<laughs> じゃあ次は普段とは違うスイートなショーにしようか。え,えっといいんじゃないかなー。<laughs> うん話の流れが全くわからんぞ。<laughs> <laughs> よし。 本日はこれにて終了今日もいい練習が終わった終わったじゃあ私ちょっと用事があるから先に帰るねお疲れ様でしたみんなまたねー本当に、今日は一体どうしたんだあいつは チョコレートケーキだとおいしそう,うーん,うーん,うーん今回のショーはツカサリオン番外編として王子がペガサスを探す旅に出るという内容にする予定なんだがそのショーでサプライズまたはプレゼントをというと。 サプライズならば。そうださっきたちにはラストシーンに光り輝くペガサスとして登場してもらうかペガサス役でもトビーニさんかは、ちょっとハードルが高そうだな。あ、だったら、ショーの後に、スカサリオンの剣をプレゼントするのはどうあれ、小道具に見えないくらいかっこいいよね。う、えーん。M、ちゃんはともかく、 さきちゃんが剣を欲しがるかって言うと。よーし桜吹雪の準備はいいか。うん。まっちにこっちも歌チビチビ。桜いっぱい探せるよ。よし。それでは。行くぞ見るがいい。春の王の力を。行くよ。 それひらひらひら、えー、違うなあの演技に比べると大さっぱというかそのくせ薄味というか一体どうすればあの演技に近づけるんだうん、もう一度やるかどうして僕たちが 争わなくちゃいけないんだーもう、お兄ちゃん、うるさいよ。リビングまですっごく響いてる。ドわす、すまん。音楽堂でショーをやるなんて面白そうね。せっかくだし、ショーの中で演奏してみるのはどうかしら。演奏だったら私、タンバリンがいいなあとはマルカスでシャカシャカシャーってしたい 大体想像通りのチョイスだなじゃあリンはカズダネット僕はリ利ー,ー。だふフ劇団というより楽段になりそうだね私楽器は学校で触ったやつくらいしかできないんだけど僕もショーのために自作の電子楽器を作ってみたことはあるけどそれくらいかな十分すごくないルイく くんを空に飛ばすだけじゃなかったんだねこらこらミクその言い方はちょっと失礼だよあ,あごめんねすごいって言いたかったなこの話の主人公トルペは繊細で悩みやすい性格なんださて司んと似てると思うかい全然逆だと思います確かに荒っぽいし。 そうそう悩まないし。言っておくが、人並みには悩んでいるからなうむ。自信がないけれど、同じくらい自負心もある性格のトルペは、僕も少々つかみづらいね。そうだ。ねねだったらわかるんじゃないかな。意見を聞かせてもらってもいいかいちょっと。それ、遠回しに人のこと自信がなくてプライドが高いって言ってない。おや 自信がないことも、自負心があることも悪いことではないよ。慎重に行動ができる上、自分に誇りを持っているわけだしね。うんうん。どんなネネちゃんも、花丸ワンダフォー言ったよなんかうまいことごまかされてる気がしなくもないけど。はぁ、あ。おやエム君、ずいぶん元気がないね。練習ではしゃぎすぎて疲れたとか と4公演分くらいは全然動けるんだけどえ。何そのお化けみたいな体力。<laughs> 半日後には本番か？星が。綺麗だな。はあ、半日後には本番か星が綺麗だな。 全然全然できていないではないかーうーん、やっぱり、トルペ君は難しいよねートルペはここで、絶望しているんだぞえーでも、ミクは、お星様見たら元気になるよそういう問題じゃんつかさ君どうしたんだいあ、いや 今一瞬何かつかめそうな気がしてだなえに何何何がつかめそうなのう <laughs> うろちょろするな頑張って思い出しているところだ <laughs> まそれはいいとして別々に練習してる間のほうれん草はどうしてんだえ今日のご飯はハンバーグだったよ食い物の方じゃねえよ知らねえのか報告連絡相談 この三つでほうれん草っつうんだよ。ああ、それ聞いたことある。幼い、走らない、喋らないの。おはしと一緒だね。そりゃ避難訓練だろうが、って、それはどうでもいいんだよ。トルペとの共通点。星を見る。く。う。考えれば考えるほどわからなくなってきたぞ。あっ。 すみません <laughs>、はあ、なるほど、リュービかリュービルカ、知ってるリュービもちろん知ってるわカッパさんが好きな、みとりの食べ物よ 夏は皮も冷たい水で冷やしてから食べるのだと、っても美味しいですって。うーんそれは、きゅじゃないかな。あはは。ルカってか。それ、響きが似てるだけだよ。急にうり。か、あさん。水の中。 ふふ、<laughs> とっても気持ちよさそうに泳いでみんなで楽しそうねつーあたしも体育祭の日は遠くからギューンと応援パワーを送るよがんばれがんばれルーイくんがんばれがんばれつーかさくんがんばれがんばれねーねーちゃんもう… まだ体育祭じゃないんだから、気が早いでしょ。ああ。もしかして。ルカ、何か思いついたのなになにルイ君は、私たちやエムちゃんたちにしかお話しできない魔法にかかっちゃってるのかしら。え魔法そう。 これなら、魔法を解く方法を探さなくちゃ。まずは。魔法使いさんを見つけるところから始めるのがいいかしら。そんなことしてたら体育祭さわっちゃうよ。それに魔法使いの居場所なんて全然わかんないよ。